あんなカレイにな、トルストイ。前回の続きからです。なんや、からねえでか、始めれやチート、ちょっと片付けちまうべ。わしゃ夜だってかまやしね、始めれや。という声が起こり。 ンを食べ終わると草刈りどもは仕事にかかった「さあ皆の衆しっかりやれや」とチートは言ってほとんど裸足して先頭を切った「行ったり行ったり」と老人はその後に続いて雲なく追いつきながら行った「足生きるぞ気いつけれや」 こうして若い者も年よりも競争のように買っていった。がいくら急いでも彼らは草を台無しになどしなかった。刈られた草は前と同じに規則正しくきれいに並んだ。片隅に残っていた一角は5分間に片付けられた。しんがりの草刈りが自分の筋を刈り終わらないのに。 先頭の者どもはカフタンを肩に引っ掛けて街道を横切りマーシキンベルフへ向かった一同がブレキ缶をガラガラ鳴らしながらマーシキンベルフの森の窪地へ入った時には太陽は早くも木々の梢に傾いていた窪地の真ん中あたりでは草は腰ほどもあってしなやかに 柔らかくふさふさと茂って森の中ではところどころママ粉が混じって彩りを添えていた縦に買ったものか横に買ったものかとちょっと簡単な相談をした後ブローネル・エルミーリンが先頭に立って借り始めたこれも名ウテの借り手で数体の大きな浅黒い顔をした百姓である 彼は一筋だけ先頭に立った後、引き返して脇へ避けた。で一同はそれに続いて、まず窪地を下って雪、き、それから森の淵まで登った。太陽は森の陰に隠れた。早くも梅雨が降りそうで、草刈りが日の光の中にあるのは丘の上だけで、水蒸気の立ち上っている下の方や、 反対の側などではひやりと梅雨っぽい影の中を刈り進むのであった仕事はすっかり脂がのってきたみずみずしい音を立ててなぎ払われながら香ばしい匂いを放つ牧草は高いあぜをなして横たわった短い距離の草場をひしめき合う草刈りたちは売り機関をガラガラ言わせたり 鎌をかち合わせたりシュッシュという砥石の音を立てたり楽しげな叫び声を上げたりしながらあっちでもこっちでもお互い同士競争していた両ょはやはり例の若い衆と老人の間に立っていた短い羊皮の上着を着た老人は相変わらずウキウキとして 冗談口ばかりを叩き相変わらずすべての動作が自由であった森の中ではみずみずしい草に覆われて太った白川きのこが無別がまにかかって切られるのであったしかし老人はきのこに出くわすとその都度が,ががみ込んで取り上げては懐にしたまたばさまに土産ができた これが彼の決まり文句であった。湿った柔らかい草を刈るのは極めて容易ではあったけれども谷の険しい斜面を登ったり降りたりするのはなかなか骨の折れる技であったが老人はそれにもへこまなかった相変わらず例の調子で鎌をふるいながら大きな木の革靴を履いた足をしっかりと小またに運びながら ゆっくりと急な坂を登っていった。全身を震わせ、シャツより下にずり下がった股引きをふらふらさせてはいたけれど、途中一筋の草も一本のキノコも逃すことなく、同じような調子で百姓どもや寮敏に冗談を言っていた。寮敏はその後に続きながらも、 こんな険しい坂は釜なしでも登るに骨が折れるのにまして釜など持っていたら必ず落ちるに違いないとしょっちゅう心に思ったがそれにもかかわらず彼はその坂を登ってすべきことをちゃんとしおわせた彼は外部の力が自分を動かしているように感じた6 マンンシキンベルフは借りられた。人々は最後の幾筋かを仕上げた後カフタンを着込みにぎやかに家路へ向かった両ょは馬に乗って名残惜しく百姓たちに別れを告げ屋敷の方へ馬を進めた丘の上で振り返ってみたが低地から立ち上る霧のために百姓たちの姿は見えなかった ただ楽しげな荒っぽい話し声と、無遠慮な高笑いと、カのぶつけ合う響きが聞こえるばかりであった。小僧ぬイシェフはとっくに食事を済まして、自分の部屋でレモン入りの氷水を飲みながら、たった今、郵便局から届いたばかりの新聞や雑誌に目を通していた。 そこへ瓶が乱れた髪を汗で額に粘りつかせ背中も胸も黒く濡れた仕事着のまま楽しそうな声で話しかけながら兄の部屋へ侵入したのである僕らは草葉を一つすっかり刈り上げてしまいましたよああ、実にいい素敵だところで兄さんはどんな風に日を暮らしました 昨日の不愉快な会話のことなどケロリと忘れて両敏はこう言った「いや大変だお前はまあなんて学校だい」小椿シェフは最初の瞬間何か不満げに弟をチロチロ見ながら聞いた「それにとをとを閉めてくれよ」と彼は叫んだ「きっと10匹くらい入れたに違いない」 コズヌイシェフは肺が大嫌いなので自分の部屋の窓は夜でなければ開けず戸はいちいち丹念に閉めるのであった大丈夫一匹も入りはしませんでしたよもし入ってたら僕が取ります兄さんは本当にできないでしょうねあれがどんなにいい気持ちなものか兄さんは今日の一日をどう過ごしました私もよかったよ だが本当にお前は一日中草刈りをしたのかいさぞ狼のように腹をすかしてることだろうクジマがお前のためにすっかり支度をしているよいや僕は食べたくないんです向こうで食事をしてきたからそれよりちょっと行って体を洗ってきますよああ行ってきなさい私もすぐお前の部屋行くから 首をふりふり弟を見回しながら小潤シェフはこう言った「行きなさいったら早く行きなさい」と彼はニコニコしながらつけ足して本を一つに集めるともう出てゆく支度をした彼は自分まで急に愉快になって弟と離れたくなくなったのである時に雨の間どこにいたね